よし、いつものキムさんだな。じゃ、行こうか、幽霊退治に。いや、頼りにしてます、源之丞さん。話はまとまったようだな。じゃあメイ、俺たちも行くとするか。先に行っててくれるかな。ちょっとだけお兄ちゃんを見てくる。お兄ちゃん？ああ、コウタロウか。手短にな。うん、すぐ行くよ。まだね、おしまいではないのよ。心が折れるまで戦いは終わらないの。辛いのも苦しいのも私が預かってあげる。苦しむことは私でもできるけど、さよお姉ちゃんを助けられるのは光太郎お兄ちゃんだけだもの。ちくしょう、俺は、いつも、口の時に、弱音を吐いても立ちなさい。あなたが立たないと、おしまいなのよ。するけど、私も行かなくちゃね。ここは海子たんの屋敷か。畜生、こうしちゃいられないぞ。しかし。さっき師匠がいたような。気のせいだな。もし本当に師匠なら、サヨタンを助けないと。コークスクリューブローじゃ済まねえしな。急ごう。市民の避難は円滑ですね。何よりです。二度の城事件でだいぶ避難訓練をやったからな。余計な人死には避けたいもんさ。怨霊の数もだいぶ減ってきた。他の連中もうまくやってるようだな。ですが、感じていますか、この気配。相当な大物だな。そこか。傷つきながらも良い闘志だ。久しぶりだな、勇者。まずは再会の挨拶と行こうか。うわ、しかし、いくら城の記憶が生み出した幻影でも、お前さんまで出てくるか。不本意だとは分かっているが、戦場があって敵がいれば戦うまでだ。
そうか、そうだったな。らちもないことを言った。俺も守るに値する世界のために戦うだけだ。とはいえ、今の君たちでは私の相手にはなるまい。逃げ出すというなら止めはせんよ。だがな、引くわけにはいかないんだよ。甘い。隙ありです。勇者の霊よ、帰りなさい。遅い。その程度なら資格は不要。案件殺が通じないですか。さすがは伝説の英霊。逃がさぬ。この一撃で大地に伏すがいい。キムさん、ひどい傷だ。気力で立っているのがわかる。なぜ戦う勇者よ。同じ悲しみを弟子に味わわせないために。渡名がこれ以上子供に面倒をかけるわけにはいかん。俺たちの人生のツケを払う。俺たちだ。その通りです。私は弟子を守れなかった。それをずっと悔いています。だからこそ光太郎さんにはそんな気持ちを背負わせたくはない。気高いな。涼しげで爽やかな男たちだ。知るがいい。君たちの敵であったことを誇りに思う。まだ終わりじゃない。終わらせはしないわ。何やつ。あなたは。まさか光太郎の妹の。上司も月子も陣によって助立します。あらた。いや、そもそも人間ですらないか。人の気をすすり闇に生きる鬼ならざる鬼。そしてそれゆえに太陽に焦がれる一人の女。それが私。まさかな。その鬼人が何故ここに現れた。鬼も人もないわ。ただ憧れるあの光のため、久我光太郎の未来のために剣を取るだけ。下の女さん、この人は信じられると思います。当てにさせてもらうぜ、月子城。ちょうどよい。怪我人をいたぶり将校を誇るなど我が望みとは言えぬ。覚悟。カガチ、あの人の足を止めて。今はこれが精一杯だ。弔いの花束というには貧弱だが、許せよ。何
名乗れござダンデロン。この島か、向かった。さようなら、悲しい魂。誇り高いあなたの記憶が風の彼方で安らげますように。見事だ。いい、実にいい戦いだった。ありがとう。君がいなければどうなっていたかわからん。甲賀、危ないの。光太郎さんに何か。今は夜、太陽の力が最も弱まる夜。甲は太陽だから力を奪われ苦しんでいるわ。まさか。あなたのお考えの通りです。だが太陽の神なら女のはずだ。アマテラスの時代から必ずあれは女神だ。本来はそうです。けれど遠い昔、人は女神を放逐して男の神を作り出しました。アマテラスが岩戸に隠れるというのは、死んだというのと同義のことです。故に人作りの神は必ず男。光太郎か。なるほどな。そりゃ確かに月である俺と腐れ縁があるはずだ。わかった。そういうことなら先に向かってくれ。女性を単独で送り込むのは男として情けない限りですが、このケツでは即座には追えません。大丈夫、必ず追っていく。今は光太郎の足手まといになりたくない。わかりました。どうかご無事で。行くわよ、カガチ。しかし、キムさん、よくよくあんたも痩せ我慢が好きだな。それは、あなたも同じでしょう。まあな、正直、カッコつけて立ってるのも辛いありさまさ。私もです。体中の骨が悲鳴を上げていますよ。お互い、可愛い子の前では無理をするか。男ってのは因果だね。私はそんなつもりは。冗談だよ。しかし、一服したい気分だ。いけませんよ、剣の嬢さん。痩せ我慢がお好きだとおっしゃったでしょう。一本取られたな。さて、光太郎はうまくやるかな。やりますよ。同感だが、なぜそう思う。彼は私たち以上に痩せ我慢が好きですから。違いない。違いないな。カガチ！
界が近い。もうすぐそこにいる。最初に来るのがあなたとは思いませんでした。私はどうしてもコウより先にここに来る必要があったから。コウタロウさんより先に来たのは私を殺すためですね。あなたを助けるため。何ですって？あなたが死んでも、このまま闇へと沈んでも、どちらでもこうは悲しむのよ。だから、私はあなたを殺したりしない。闇に落ちたりもさせない。こうのために、そして、あなたのためにも。ザレ言など聞きたくない。このカラスたちもあなたの心を映して泣いているわ。この黒は本当の闇の色じゃない。悲しみの色よ、あなたの。あなたに何がわかるというのです？このカラスたちの姿が私の悲しみだなどと。わかるわ。だって私の色なんだから。ずっと思ってきた。私はコウのことが好き。けれど、私じゃダメなの。私が相手じゃダメなのよ。コウを幸せにできるのは私じゃない。それを知った時、私は悲しかったわ。胸が潰れそうだった。希望も何もないと思った。でも、今は違う。あなたがいると知ったから、私じゃなくてもコウを幸せにできる人がいる。それでいい。コウが幸せになるなら、幸せでいてくれるなら、私は満足なの。コウを幸せにできるのは私じゃない、あなたなのよ、サヨさん。嘘だ。嘘に決まっている。あなたがいる限り、あの人は私を見ない。私は夜の住人、昼を歩くコウと一緒にはいられない。コウを幸せにはできない。コウを幸せにできるのは、一緒に歩いていけるのはあなただけなのよ。黙れ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 。何もかも終わればいい。髪刈りをして死ねばよかった。ずっと前に死んでいれば、こんな気持ちにはならなかった。闇ならば、うべの凄まじい目の穴、裂ける月夜に腕マッサージとよ。